エンテロコッカスフェカリスは、乳酸菌の一種であるエンテイロコッカスかエンテロコッカス、属の株の一つである。1986年に、健常な人から分離、同定された乳酸菌種。国内で最初に、エンテロコッカスフェカリスの加熱処理菌を用いた研究が、フェカリス株で行われ。 その結果、エンテロコッカス属加熱処理菌体の免疫調節作用に関わる多くの特許が取得されている。乳酸菌フェカリス株の加熱処理菌体は強い免疫調節作用を持つとされている。フェカリス株の加熱処理菌体を用いた研究で、免疫不活作用、高腫瘍作用、抗がん剤の副作用軽減、C 型肝炎改善作用、感染症抑制作用、 成長作用などが報告されている。成菌に比べ加熱処理菌体ではこれらの免疫調節作用がより強いことや、加熱処理菌体の服用による副作用は報告されておらず、一臨床試験においても安全性が確認されている。オクトミティエトール。 ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・キャンサー 75P1613 から16161997大柱薬学雑誌 113P396 から3 9 9 9 9 9 3ノアジラ日本赤十字社和歌山医療センター医学雑誌 22P85 から912004マキラ日本赤十字社和歌山医療センター医学雑誌22 p19 から242004サト中カトール、マイケルバイラジーイミューナラジー 40p217 から222996派、ヤシラニューフードインダストリー4十8ナンバー九 p 1 2から182006にし原、応用薬理七77 77p127 から132009。ありがとうございます。